伊田田市長聖徳五年七月十五日は、東東海掛川藩の第三代藩主。直勝敬家四代、二代藩主伊直武の長男。母は東道光治の娘。性質は伊田田市教の娘。官位は十五位下表武将有。法規上、陽明は菊地よ、万地よ。元禄七年十一月十二日、父の隠居により後を継ぎ。 十二月十八日に、受講した、兵部将有に助任。玄禄九年八月六日に、奥詰めとなるが、九月二十九日に辞する。しかし父と同じように安愚な人物の上、法永元年病気を理由に参勤交代の延期を申し出た際、不審に思った幕府が、大目付の戦国久直と目付の小牧根生方を派遣して観察させたところ、発狂していると判断され、 11月14日に改役された。ただし、祖先がいいなおまさという行進であるということや、以前に妻の兄弟のいいなおのりを養子師として願い出ていたことから、所領を3万5千国から2万国に減らされ、価格を下げられた上で、12月3日に、なおのりが家督を継ぐことを許された。法永6年3月8日、官位を法規上に改める。 聖徳5年7月15日、36歳で死去。法号は、京都区よろし、県温良院。AB、完成重州所、諸家府巻第761、須田茂、徳川大名会役録219から220ページ。ありがとうございます。